ブリストルスケールは人間の糞便の形態を7つのカテゴリーに分類するために設計された診断医療ツールである臨床分野と実験分野の両方で使用されている。1997年にブリストル王立診療所で臨床評価ツールとして開発され、腸の様々な疾患の治療効果を評価するための研究ツールとして使われるほか、 過敏成長症候群の診断トライアドの一部として、臨床コミュニケーションの補助としても広く利用されている。瓶の7種類の種類は次の通りである。タイプ1とタイプ2は、便秘を示し、タイプ3とタイプ4は、水分を多く含まず排便しやすい理想的な瓶。タイプ5は、食物繊維の不足を示し、タイプ6とタイプ7は、下痢を示す。最初の研究では、 このスケールで調査した集団では、女性ではタイプ1とタイプ2の瓶が多く、男性ではタイプ5とタイプ6の瓶が多く見られた。さらに、直腸、テネスムスを報告した被験者の80%がタイプ7であった。これらのデータ及びその他のデータにより、このスケールの妥当性が検証された。ブリストルスケールはまた、ゲリドメノロペラミドやセンナ、または、 下剤効果のあるアントラキノンなどの薬剤による腸管通過時間の変化にも非常に敏感に反応する。過敏性腸症候群の患者は典型的に腹部の痙攣や便秘に苦しんでいると報告している。一部の患者では慢性的な便秘と下痢の症状が混在している。一方、IBS 患者の少数は下痢だけである。症状の発現は 通常数ヶ月から数年に及び患者は様々な医師に相談するが大きな成功はなく様々な専門的な調査が行われるのが一般的である。報告された症状とストレスとの間に強い相関関係に気づく。実際に下痢性の排便は感情的な現象と関連している。IBS の下血はこの病気が自覚に関連している場合に限られている。 2000年代に行われた過敏性腸症候群、敏出菌、HIV の消化管合併症に関する研究では77ヶ月に及ぶ研究でもブリストルスケールが使いやすい診断ツールとして使用されている。歴史的にこの糞便評価スケールはカイザーパーマネンテメディカルケアプログラムのコンセンサスグループによって超機能疾患のデータ収集のために推奨されてきた。 さらに最近では、ローマ3基準の最新の改訂版によると、IBS の6つの臨床症状を特定することができる。これら4つの特定されたサブタイプは、ブリストルスケールによって決定される B の一貫性と相関している。2007年、米国ミネソタ州ロチェスターの名誉クリニック、医科大学は、ミネソタ州、 オルムステッド軍に住む4196人の集団を対象に実施した疫学調査の一部を報告したが、その際、参加者はブリストルスケールに基づくアンケートに記入するよう求められた。調査結果によると、5人に1人は瓶の出方が遅いが、12人に1人は瓶の出方が早い。また、瓶の正常は年齢、性別、 肥満度指数、胆脳的出術の有無、心身症的要素の有無によって影響を受ける。喫煙、アルコール、教育レベル、中水節除術の起用歴や消化器疾患への精通度、市民状態、蛍光否認薬の使用などの要因による影響は見られなかった。いくつかの研究では、ブリストルスケールを投薬や治療への反応に相関させている。 実際には、ある研究では、下痢と瓶疾菌を持つ被験者に一つの薬よりも細かく、容量を調整するためにも使用された。ランダム化比較試験で、このスケールを利用して、2週間の治療期間中の男女126名の患者で、2種類の下剤、マクロゴールとサイリウム及び、同族の他の種体に対する反応を調べた。前者は、後者と比べて、 迅速な反応と効率の向上を示さなかった。この研究では、主要な結果として、毎週の排便回数、ブリストロスケールのタイプに応じた瓶の一貫性、排便までの時間、全体的な有効性、排便の困難さ、及び瓶の一貫性を測定した。2010年以降、いくつかの研究では、プロバイオティクス、旧、高齢者の下剤、 アールベーダ多植物療法である TLPL、I TL、サイリウム、メサラジン、オキシコドン、ナロキソンなど様々な治療への反応を認識し評価するための診断ツールとしてあるいはスポーツ選手の身体活動への反応を評価するためにこのスケールを使用している。ブリストル王立診療所の大学医学部のスティーブン・ルイスとケン・ヒートンによってイギリスで 初めて開発され提案されたものは、1992年に実施された前向きコフとート研究では、瓶の形状や種類に関連した排便障害の予想外の有病率が示されていたため、1997年にスカンジナビア消化器学開始に臨床評価ツールとして提案された。上記の論文で著者は、瓶の形が結腸通過時間の有用な代替指標であると、 結論付けた。この結論は、タイプ1とタイプ2では有効性が限られているということで反論されているが、腸の様々な疾患の治療法の有効性を評価するための研究ツールとして、また臨床的なコミュニケーションの補助として、現在も使用されている、レフ。同じスケールは、スペイン語版、ブラジルポルトガル語版、ポーランド語のバージョンで検証されている。また、 子供用のバージョンも設計され、検証されている。さらに最近では、2011年9月に、6から8歳の年齢を対象とした、自己評価の基準を用いて、修正バージョンのスケールが検証された。スケールのバージョンは、コロンビア長老派協会医療センターのゲイリーカハによって、米国のテレビで使用するのに適したチャートとして、開発された。ありがとうございます。